早川老は、大韓民国、全州出身の日本のアーチェリー選手である。身長166センチメートル、体重62キログラム。全北体育高校から、日本体育大学体育学部体育学科卒業。妹である、早川さざなみもアーチェリー選手。小学校5年生からアーチェリーを始める。始めた当初はきつくて、わずか3日余りでやめてしまった。 しかし、コーチの説得により、再びアーチェリーを始め、才能を開花しジュニア代表にも選出。その後、スポーツエリート校の全北体育高校に進学。全北体育高校卒業後、実業団に就職した。実業団時代には、ヨーロッパジュニアグランプリ優勝、国内大会で、銅メダルなどの成績を残す。その一方で、 韓国での競技付けの毎日に疑問を持ち、競技と勉強を両立するために、母が住む日本への留学を考える。2004年、来日。兵庫県ヶ崎市の日本語学校に通い、日本語の勉強をした。本人によると、日本語だけでなく、ネイルアートの技術を学ぼうと思って来日したという。しかしアーチェリーを捨てきれず、日本体育大学に入学し、 再びアーチェリーを始める。その後、妹の早川さざ波も、母と姉をしたい日本へ移り、日本体育大学に進学した。妹は2008年の神奈川県国体予選で、姉の持つ70メートルダブルの日本新記録に、あと1点と迫る、好記録を打ち、注目を集めた。2006年1月、日本国籍を取得。2007年の世界室内選手権で、 初優勝を決める。さらに同年のワールドカップでは144社で1363点の日本新記録、70メートルで335点の日本新記録を出した。そして世界選手権では女子リカーブ個人70メートルで336点の日本新記録で予選4位。最終的には17位に入り、北京オリンピック出場を決めた。 2008年5月、北京オリンピックテスト大会個人6位。同年8月に開かれた、北京オリンピック団体8位入賞に貢献し、個人戦でも6位入賞という成績を残した。個人戦6位という成績は、日本女子として、史上3人目の入賞となった。2009年3月、日本体育大学卒業。4月からは、兵庫県にある、 高難女子大学教職員として赴任。2012年末に渋谷アーチェリー秋葉原店を退社後、2013年に日本人男性と結婚。現在、二児の母である。好きな日本語は、やればできる。趣味は裁縫、刺繍、韓国のテレビを見ること。ありがとうございます。